2019年3月に吉本新喜劇が発足60周年を迎えるが、それを祝して3月に、1日の広島公演を皮切りに、吉本新喜劇全国ツアー2018が始まる。新喜劇としては9年ぶりの全国行脚で、小矢口豊、川端康、すっち、酒井愛の4座長が関西を飛び出して全国にお笑いを届ける。今年2月の記者会見にも登壇、吉本新喜劇を全国区にしたい、と話。息が荒い座長が、最近では、すち子、でもおなじみのすっちーだ。全国ツアーへの抱負や座長就任時に救われた小籔の一言、そして、すち子、いや、乳首ドリル。などの誕生秘話を通して、新喜劇への思い、お笑いへのスタイルについても話を聞いた。吉本新喜劇座長のすっちー9年ぶりの全国ツアーへの思いマイナス9年ぶりの全国ツアーとなりますが、まず座長としての抱負を教えてください。前回の全国ツアーは吉本新喜劇50周年で普通に座員として参加しまして、東京で活躍中の今田耕司さん、宮川大輔さん、小籔さんたちと回りました。今回は来年が60周年ということで、関西を飛び出して全国を回ります。最近は MX さんで中継も流れているので関東の方も劇場に来ていただいたりしています。あ、全国的な知名度はまだまだで、東北や北海道などでは知らない方も多いんです。そういう地域の人にも知っていただく、そこが今回の全国ツアーの大きな目標となっていますね。素人質問で恐縮ですが、座長が6人もいるんですよね。劇団の座長というと1人のイメージがありますが、今や約100人の座員もいる大所帯を6人でまとめていると。そうなんですよね。僕も最初座長になった時、小籔が良かったわ。小籔、やめてんな。あ、君が座長か、頑張りや、などと、言われたりしましたが、いやいややめてないですよと。なんなら小籔さんの後に川端さんがおるから、勘。天にいないもんになってますせって言うね。今は愛ちゃんも含め、全部で6人。これ正直、一人やと劇、場が回らないんです。関西だけでも3つあって、それプラス地方営業とな。と座員が足らないこともあるほどなんです。先輩座長、小矢淵豊に救われた過去新喜劇に入った当初、座長になりたかったそうです。あ、実際に座長になった時、先に座長を務めていた小矢部さんの一言に救われたそうですね。僕が座長になる話が小矢部さんの耳に入って、お前、座長に向いていると思うで、と言ってくれたことで、すっごく楽になったんです。周りには、大丈夫か、と心配する人が、多かったですが、小矢部さんは違った。おかげで気持ちがすごく、楽になりましたね。新喜劇の舞台をやっている時にも、僕はもともと漫才なんで漫才の考えで笑いを取り、に行こうとしたら、お芝居のお笑いの取り方はこうやで、とも教えてくれて、変に笑いを取りに行かずとも、芝居を続け、で最後に取りに行った方がいい、とか、小矢部さんには講師ともにいろいろ、と教えてもらっていますね。その小矢部さんと今では同じ、座長として活躍されています。いや僕は小矢部さんには、なれないんですよね。だから僕は真似ではなくて、小矢部さんが、あまりしないであろうことをする。小籔さんみたいな大きさでは言えないようなことを言う。そういう座長を目指しています。それがまた何人か座長がいるということのいい味であるかもしれないとも思っています。すち子と乳首ドリル誕生秘話今日は人気キャラクターのすち子のメイクですが、そのすち子や乳首ドリルなどの芸は新喜劇に入ってから誕生したのですか？そうですね。乳首ドリルを芸と言っていいかわからないですが、加入した当時
が毎日、劇場でいろいろなことをせなという思いがあったんです。ただ、吉田豊と部室で遊んでいる感覚で、なんやこれを、ボロいな、程度の自然発生的なギャグだったんです。でも、確かに面白いので、いずれはみんなに知ってほしいと吉田とは言っていたけれど、いろいろと、全国区の番組に声をかけてもらって、ここまでテレビで放送されるとは思ってなかったですね。確か東京では、ネタ番組でスーツを着て登場しましたよ。ね、サラリーマンが乳首ドリルを始めて衝撃的でした。最初の出演は、そうですね。仮にスチコだった場合、知らん奴が出てきて、見たことな。祈りで巨乳で、ぐちゃぐちゃになるでしょ。だからもう喋らな。いい人、黙々とね。とにかくまず、あのどことなしの物質のノリをわかってもらおうということが、まずありました。何が始まる、いつ終わんねんって、見ている人をおちょくる芸でもある。今やっている乳首ドリルってお客さんがわかってくれ。田植えでのものなので、意味合いが違ってきています。土子は、どうやって誕生したのですか？あの権力、ニコビルキャラ設定など、考え抜かれた感もありますが、僕は基本的に一人でいることが好きで、よく日、鳥でいろいろなことを考えているんですね。そういうところから来て、いるんだと思います。彼女は人間のあかん部分を全部出している人で、思っていい。るけれど普通は言わへんことが全部愚痴に出てまう人。だから、全部あるある、なはずなんです。ひどいことを言っていますが、人、が思っていることなんですよ。絵に描いたような幸せな家庭に行って、旦那も嫁。さんも綺麗、でも子供ブスみたいなこと。それってみんな思っているけれど、ゲン、打たらあかんことじゃないですか。それを全部言ってしまう。人がスチコなんです。ちょっとスッチーさんの内面が出ていると。いうか、ある意味分身的なのですね。まあまあ元が出ている。とは思います。結構体力的にしんどい時でもスチコを舞台でや。生きると、体が楽になったりしていますから。舞台上はふわっとなれるので、唯一逃げら、出る場所、出しているんだと思います。だから見ている人も気持ちええらしく、ファンレターですごくお悩み中の方が、思っていい。ふこと出してくれるから楽です。スチコさんみたいになりたいです、って。ストレスがなくなって、行くんでしょうね。名ギャグも生まれる、性の舞台の魅力名キャラクターや芸は、生みの句。シミが伴いそうですが、スッチーさんの場合、ちょっと様子が違いそうですね。新喜劇って、桑原師匠の、ごめんください、どなたですか？お入りください、ありがとう、いや、ち、浜師匠の、ごめんくさい、とか、舞台上で生まれるものがほとんどで、スチコもそうです。こんなことしようって舞台に持っていっても、形が変わるんですよね。人数が多いから、逆に舞台上でポン、と生まれて、それが、何十年も続くギャグになることもある、ままものですからね。だから性の舞台を見ていただくと、一番楽しいはずなんです。そういう意味でも、吉本新喜劇全国ツアー2018は楽しみですよね。テレビで見た僕たちのネタに興味を持って、新喜劇に来てくれる人が増えましたので、ちょっとずつではありますが、新喜劇ってどんなもんやろう。という反響はありますね。でも、テレビと同じことをやっているようで。実は舞台では同じじゃないんですよね。新喜劇はマンネリの面白さ、定番ギャグと分かっていても笑えるというお笑いですが、テレビ。まあ、テレビサイズでやっていますし、ステージでも性で見ると日々結構変化しています。そういう意味では実は同じものは見られないので、劇場が一番、ぜひ遊びに来てほしいです。プロフィールスッチー1、1972年1月26日生まれ、大阪府摂津市出身、本名は、スチヒロマサ、スチヒロマサ、お笑いコンビ、ビッキーズのボケとして活
通していたが、2007年コンビ解散。ピン芸人として活動後、2007年に吉本新喜劇に加入する。2014年座長に就任。自身の代表的なネタにもなっている大阪のおばちゃんをイメージしている強烈なキャラクターであるスチコを。はじめ、吉田豊を相手に繰り出すドリル寸の回線の回、イコール乳首ドリル、などが人気の持ちネタ。ピンでは、スチ軍曹というキャ、アクターに扮することも、2015年には、スチコの頼りない手下を演じる松浦慎也と、スチコ&慎也、名義でシングル CD デビューも飾っている。